漢字財宝卒業人般若波羅蜜多事象見五雲海空洞一切空訳。漢字財宝卒業時般若波羅蜜多事象見五雲海空洞一切空訳。この世界には憎むべき闇があり、倒すべき悪がある。闇を滅ぼし悪を倒したければ俺と来い。黒影様、怒っているのにどうして悲しそうなの？四季よ、怒りの正体は悲しみなのだ。怒りに心を囚われている限りは悲しみが消えることはない。
漢字財宝殺行人般若波羅蜜多自称剣豪雲海空洞一切空役。君が柳生人かな。そうだ、お前は誰だ。私は仕切ってんだ、よろしく。てか柳生人、その眼帯超可愛いんだけど。ちょうだい、その眼帯ちょうだい。何を言っている。あげられるわけないだろう。なんで。理由を言う必要などない。ふん、まあいっか。じゃあぶっ倒してもらっちゃうね。その方が手っ取り早いし。取れるものなら取ってみろ。欲しいもんは必ず手に入れる。これ私の常識だし。んじゃ、いくよ。鎮魂の夢に沈みましょう。野球バイシナプ鎮魂の夢に舞い散る。まだだ。はっ、はっ、忍び転身。そっか、そういうことね。戦って分かったよ。その眼帯、秘伝忍法の力を封じてるんだね。私、こう見えてもマジに勉強してんだよね。それ、鬼の目って言うんだっけ。
自らの願いを特殊な眼帯で封じることによって宿る力でしょ。なかなか物知りだな。ギャップ萌えするっしょ。んじゃ、そういうわけでその眼帯もらうね。触るな。なんだのこの気は。この眼帯は特殊なものではない。どこにでもあるただの眼帯だ。嘘。鬼の目を宿すには特殊な眼帯が必要って習ったよ。そんな話はどうでもいい。あくまでこの眼帯を狙うというのなら相応の覚悟をしてもらうことになる。ふーん、いろいろわかんないことがあるから今日のところは見逃してあげる。でも次に会った時はその眼帯必ず手に入れるからね。イカルガだな。何をジロジロ見ている。以前どこかでお会いしてませんか。そのお面見覚えがあるのですが。我に面識はない。お前とは今日が初めましてだ。そうでしょうか。あ、思い出しました。財閥の交流パーティーでお見かけしたんです。綺麗なドレスなのにそのお面をかぶってて。そんなものはどこにでもいる。いませんよ。どんなパーティーでもお面を外さない伝説の御令嬢。私も実際に見るまではただの都市伝説だと思っていたのですが。知らん。確か大老財閥の御令嬢だったと思います。そうですよね。知らん。いいえ、間違いありません。面をつけたままでダンスをし、周囲の者のつま先というつま先を潰し、最後にはシャンパンタワーに突っ込んでお尻が丸見えになった大老財閥の御令嬢。それが村雲さん、あなたですよね。やめろ。思い出したくもない。やっぱり今のは違う。そんなに否定されるのならそのお面剥がさせてもらいます。させぬぞ。新婚の夢に沈む。任務開始。終わりだ。百年戦を作る。200連戦突破。
悪くない。この程度進め。悪くない。くぞ、力を抜く。百連戦突破。力が満ちてきた。200連戦突破。行くぞ。この程度進め。悪くない。束になって来い。怒りが舞い忍びます。鎮魂の夢にマラスインが力が満ちてきた。できる。秘伝忍法。終了。口ほどにもない。間違いないのに、頭隠してお尻隠さずの村雲さんのはずなのに。だからそれはもう忘れろ。うん、確かに我は大老財閥の者だ。だが今は月仙の忍びとしてここに立っている。どうして、なぜあなたのような人が。それをお前が言うか。事情などそれぞれに存在するものだ。確かにそうですね。村雲さん、あなたが大老財閥の方なら一つ聞きたいことがあります。貧民街の都市再開発計画はご存知ですか。もちろん知っている。でしたらお願いです、あの計画は中止してください。あそこに住む人たちは他に行く場所がないんです。お前がなぜ貧民街のものを心配する。それは私の友人の故郷が貧民街なのです。その友人はまだ開発計画のことは知りませんが。なるほど。しかし敗者が勝者に要求するのは道理に反する。我に何かを要求したければまず我に勝つことだ。おっしゃる通りです。返す言葉もありません。では話はしまいだ。さらば。おそらく何かの手違い。
こんな評価になったのでしょう。そうでなければこんな評価ありえません。また少し、ほんの少し強くなったようですね。